横山和夫は、日本中央競馬会の騎手。茨城県出身。美穂トレーニングセンター所属で現在はフリー。父は、JRA 騎手の横山則博。弟は、JRA 騎手の横山武。け叔おじは、JRA 競馬学校教官の横、山がはじめ。義理のおじは、JRA 調教師、菊沢孝則。 祖父は元 JRA 騎手の横山富を、白祖父は元 JRA 長教師、奥平正春である。幼い頃から父ののりを見て、競馬騎手を目指し、中学卒業後に、競馬学校に入学。2011年3月競馬学校騎手課程、第27期生として、美保、勢いつかさかより、騎手デビューを果たす。同期には、島田淳二、森和馬、 杉原正と藤掛隆史らがいる。目指す騎手は竹豊一案一案を大切にし、最後まで諦めない騎手になりたいを目標とし、新人賞を狙うという抱負も述べている。親子三大騎手デビューは、国営競馬時代に竹平蔵、竹栄翔、竹秀俊一家の例があるが、1954年日本、中央競馬会発足後では、初の自称となった。 初起乗は2011年3月5日、中山1レースで、ディアールジャンに起乗して15着、同日父であるノリヒロとの初対決も直後の第2、競争で早速実現し、この時はカズオがゴールデンファーストに起乗して6着、父のノリヒロはパヤドールに起乗して3着となり、初の親子対決はノリヒロが先着した。初勝利は、同年4月30日新潟レースの、 ローレル・カンタータで達成している。2014年には国際ミナライ機種招待競争アジア・ヤング・ガンズ・チャレンジに同栄、アベリューと共に日本代表機種として選出され自身初の海外遠征を行う。なお2020年には UAE ダービーに出走するデルマ・オニキスに起乗するため2度目の海外遠征が予定されていたが、 Covid-19 による開催中止に伴い遠征は取りやめとなった。2017年3月より弟たけしも騎士免許を取得。同年8月6日、札幌4レースで横山則り和夫、たけしの親子3人が初めて同一レースに騎乗。また9月8日、中山9レースでは木端初広、初なり親子に次ぐ2例目となる JRA 所属の親子騎手。 ワンツーを決めた。両他親子が5例記録している2017年4月23日、福島競馬第 3R を、両ランヒーローで勝利して2368戦目で、JRA 通算100勝を達成した。2021年6月13日札幌競馬第 7R を、コーリングローリーで勝利して3950戦目で、JRA 通算200勝を達成した。 ありがとうございます。